セルファイス・クナーベン、1971年3月6日台は、オランダ・ヘルダーラント州にある、ロビト出身の自転車競技選手。自転車競技関連ウェブ、雑誌等では、セルファイス・クナーベンと表記されている。ジュニア時代には、トラックレースにも取り組み、また国内チャンピオンにもなっている。1994年にプロロード選手となり、1995年の、 国内選手権、ロードレース制覇。1997年、デンマークルント総合優勝。1998年、スヘルデプライス優勝等の実績を残す。2001年のパリルーベでは、ヨハンムゼウラを破って優勝。クイックステップに移籍した2003年のツールドフランス、第17ステージを制覇。2007年に、TE モバイルに移籍。2009年、 チームミルラムに移籍した。2010年のパリ・ルーベで43位で完走。レーモンド・インパニス以来史上を2人目となる、同レース16回目の最多完走記録に並んだ。4月13日に今季限りでの引退を公式発表。8月15日開催のエッテン・ルールが引退レースになった。ありがとうございます。